ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さーて、いつもの通り、興味深い生き物や雑学の紹介をしていくぜ。苦手な生き物がいる方は気をつけて視聴してね。今日の題材は、こちらね。異世界に生えていそうな、現実離れした姿の植物4000。ひえ？また、ヤバそうな題材を出してきたわね。異世界にいそうな、じゃなくて、生えていそうな植物？虫とか動物とかじゃなくて、植物だと？ああ、今日は生物の中でも植物に焦点を当てて面白い子たちを集めてみたぜ。今まで紹介したように、虫や動物の中にはこの世のものとは思えないような見た目の子たちが数多く実在する。だが、植物だって負けてないぜ。植物の中にだって現実離れした姿の子は存在するんだ。日常的に目にしている木々や草花とは一線を画す素晴らしい見た目の子たちを紹介するぜ。要するにヤバい見た目の植物ってことでしょ。そうだな、いろんな意味でヤバい見た目の子たちだ。霊夢は気持ち悪い見た目とか想像しているかもだが、決してそれだけじゃないぜ。いろんな意味。それだけじゃないって、全然気休めにならないんだけど。この子たちを実際に目の前にすれば、もしかしたら異世界に迷い込んだと錯覚するかもしれないぜ。より一層不安がかきたてられるんですけど。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。早速奇妙なやつが来たわね。なんだか見てると不安になるわね。違和感しかない。これ、植物ってことは木なのよね？なんなのその形。この頭でっかちな姿、ものすごく不自然なんだけど、これ自然の姿なの？ああ、これは何も手を加えていない自然の姿だぜ。この子は、紅色竜血獣といって、キジカクシカドラセナ属の植物の一種だ。インド洋の西端、紅海の入り口付近に浮かぶソコトラ島の固有種であり、古代から地中海だけでなく世界中でもよく知られ、同島の重要な輸出品となっているぜ。成長すると10から20メートルほどの高さになる木であり、最初から枝葉は剪定されたかのように揃えられた見た目で有名だぜ。本当にこれ、自然のままの姿だったのね。説明されても全然違和感が拭いきれないわ。確かにこれは異世界に生えていそうな植物って感じね。こんな感じに広い平野に点在していて、ますます異世界観を演出してくれるぜ。おお、なんか異世界というか、異星って感じの光景だわ。幹には途中まで枝葉がない。そして一定の高さから一斉に無数の枝を出し、非常に密な樹冠を形成する。この子を見て、まるでキノコのようだという人も多いぜ。キノコか。言われてみればそうね。この樹冠っていうの？頭の部分がまさにキノコの傘部分だわ。下から仰ぎ見ればキノコの傘のひだにも見えるし、まさにぴったりな例えだと思うぜ。上？下から見るとさらに奇妙じゃないの？やっぱりこの無数に枝分かれしてるのが気持ち悪いわね。確かに奇抜な見た目でギョッとするかもしれないが、意味もなくこんな姿をしているわけではないんだぜ。え？どういうこと？こんな変な姿になった理由があるとでも？この子が生息しているソコトラ島は乾燥地帯であり、ほとんど雨が降らないんだ。そんな過酷な環境の中で、水を得るために進化した姿だと考えられているんだぜ。雨は降らないが、季節と場所によっては朝になると霧が発生する。その霧を受けて密生した葉に結露が生じ、結露は徐々に下に移動し、枝分かれ部分で合流する。そしてついには結露は水滴となり、枝から地面へと落下。こうすることでこの子は自分の根元に水を降らせて、なんとか水分を補給するんだ。ああ、なるほど。言われてみると水を集められそうな形をしてるわね。水を集める以外にも、枝葉を密集させて樹冠を作ることで、日の光が自分の体に漏れないようにして、水分の蒸発を最小限にするという効果もあるようだぜ。はへえ、一石二鳥、よく考えられてるわ。乾燥地帯でも生きていけるように進化した結果なのね。奇妙だけど、これは納得の姿だわ。それで、名前は紅色竜血樹だっけ？紅色の竜血樹。竜血の木。もしかして、竜血？何その恐ろしい名前。惜しいな。漢字で書くと、竜血だぜ。竜の血ですって？むちゃくちゃファンタジー感あふれる名前じゃないの。見た目も名前もファンタジー感あふれていて最高だよな。そりゃわかるけど、この名前、ちゃんと由来はあるのよね？まさか、見た目が現実離れしているから、現実離れした名前を付けたとかじゃないでしょ？もちろん、ちゃんとした由来があるぜ。実はこの子、幹を傷つけると血を流すんだ。はぁ？何の冗談よ。冗談じゃなくて、マジで血を流すんだ。伐採すると、こうなるぜ。はぁあああ？血が流れてるじゃないの。だから言っただろう。
いやいやいや、冗談に思うでしょ普通は。というか、やっぱり流血じゃなくて流血じゃないのよ。って、待って、まさか本当の血なわけじゃないのよね。まあ、もちろんこれは比喩だぜ。この血に見えるのはこの子の樹液なんだ。あ、これ樹液なのか。なんて量でなんて色してるのよ。つまり、この血が流血と呼ばれるゆえんってことよね。ああ、そういうことだぜ。もう少し詳細を話すと、この樹液が固まって赤い固形物質となったものを流血と呼び、薬品や染料などとして古来から珍重されてきた歴史があるんだ。その流血という秘薬から流血樹と呼ばれるようになったんだぜ。また、この子以外にも流血樹はいて、みんな同じように血を流すぜ。恐ろしい種の植物ね、そりゃ。流血樹、やっぱり流血じゃなくて流血の方が合っている気がするわ。ちなみにこの子は放牧されているヤギによる食害のため、若木はほとんど残っておらず、絶滅の危機に瀕していると言われているぜ。ヤギに食べられて絶滅って、それはなんだかやりきれないわね。近年では石などで保護した上での栽培が試みられているようだ。なんとか持ち直してほしいものだぜ。名前も見た目も、中身さえも異世界感半端ない植物だったわ。さて、次の紹介に行くぜ。なんかすごい迫力のやつが来た。ものすごいスケールじゃないの。人との対比がすごい。何よりもその密集した感じの見た目が奇妙すぎるでしょ。これ、複数の木が密集して生えているのよね。うんにゃ、何本も密集して生えているように見えるかもだが、これは一本の木であり、特殊な生態によりいくつもの幹に分かれたような姿を持つ子なんだぜ。これで一本の木だと。この子は、バニアンツリーといって、アコア属、イチジク属の樹木なんだ。バニアンツリーに類する子は多く、世界中に分布しているぜ。特に有名で馴染みがあるのはハワイに生息している種であり、ベンガル菩提樹という菩提樹の仲間にあたるぜ。へぇ、こんな見た目の木が世界中にねぇ。しかも、ハワイにもか。観光名所とかになっていそう。ハワイでなら、この子はあちこちで見られるぜ。マウイ島やオアフ島のバニアンツリーは特に有名だな。また、ハワイだけでなくインドの観光地などでもよく見られる。特にインドのハウラー植物園にいる子は世界一の大きさのバニアンツリーと言われているぜ。その子はなんと高さ25メートルを超え、1万5000平方メートルもの木陰を作っていると言われているぜ。25メートルってのもすごいけど、それ以上に1万5000平方メートルってすごいわよね。120メートル四方以上だと考えればそのスケールがわかるはずだぜ。これってつまり、それだけの広さまで枝が伸びているってこと？ああ、先ほどの流血樹のコンパクトにまとまった樹冠とは打って変わって、この子は枝が恐ろしいまでに横に伸びていって、広い樹冠を形成するんだ。どうしてここまで横に広がることができるかといえば、この何本もの幹のように見える部分に秘訣があるぜ。うわ、これまたなんだかすごいことになってるわね。この写真、何本も幹があるように見えて実は違う？なんか枝の途中から下の方に枝が垂れ下がるように伸びていっているように見えるわね。そう、これがこの子の特殊な生態だ。この枝から無数に垂れ下がっている枝のようなものは、気根と呼ばれる組織であり、この子の根みたいなものなんだ。はぁ？これが根っこ？枝から根が生えてると？ああ、そうなんだ。この子は枝を横に横にと伸ばしていき、その枝から無数に気根を地面へと垂らしていく。気根は地面に根付き、地面からの栄養をさらに吸収できるようになる。しかも、気根は幹のような役割を持って、垂れ下がる元の部分の枝を支えて折れないようにするぜ。しっかりと気根に支えられ栄養を直接補給できるようになった枝は、安心してさらに成長して横に伸びていく。ああ、そうやってどんどん無限に枝が横に伸びていくことができるから、1万5000平方メートルまで広がることができるわけか。一本のバニアンツリーでさえこれだ。バニアンツリーの森は縦横無尽に枝が伸びて、日の光が地面に届かないくらいになるぜ。それゆえに夏場なんかは避暑目当てにこの子の下に集まる人も多い。また、現地ではこの子は生命力の旺盛さ、壮大な景観から精霊の宿る木と信じられ、非常に大切にされているんだぜ。おお、この写真なんて、どことなく神秘的じゃないの。精霊の宿る木か、これもまた頷けるわね。この異世界観、半端ないわ。では、次の子を紹介するぜ。スケールの大きい子が続いたので、今度は小さい子を紹介だ。おーおーおー、なんだかすっぽいまがまがしい。これ、花なのよね？花弁が触手みたいになってて超奇妙な見た目じゃないの。正面から見るとこうなっているぜ。うわ、やっぱりどことなくまがまがしい。でも、なんだか金星が取れてて、悔しいけど綺麗にも思える絶妙な見た目だわ。この深遠な形といい、中心の丸部分、それに中心から全体に針が伸びてる感じ。
まるで時計を連想させる姿ね。おっと、先に言われてしまったな。この子は、近江の時計草と言って、時計草か時計草属の植物の一種だ。時計草？時計草？つまり、私が言った通り、時計みたいな見た目だから時計草ってこと？その通りだぜ。和名に、草という名前がついているが、木元のつる性植物で、茎は幹では巻きつかず、両液から伸びるつる型車に巻きついてよじ登るように成長する子だ。幹は年々肥大成長して太くなり、4から5月に花を咲かす。霊夢の有色種っぽいところは副花冠と呼ばれ、複数枚の花弁と萼片と一緒になって、放射状に配置されるぜ。雌しべが時計の長針、短針、秒針のように見え、花びらが円形に並んで放射状に配置されて文字盤に見立てられ、まるで時計のように見えることから、時計草と名付けられたんだ。ちなみに時計草に属す子は500種にも及び、多くがこの子と同じように円形で時計のような見た目の花を咲かす子なんだぜ。へぇ、時計草なんて種類の花がそんなにいるのね。全然知らなかった、完全に初見よ。本当に綺麗な円で奇妙な触手。じゃなくて副花冠だっけ。とにかく、現実離れした見た目の花だわ。花が特殊な見た目で目を引くんだが、あまり知られていないことも確かだな。というのも、実はこの子、花としてよりも果物として名前を知られることが多くて、そっちに情報が偏ってしまう嫌いがあるようなんだ。果物？こいつ、果物なの？霊夢はパッションフルーツを知っているか？これが一般的にパッションフルーツとして流通している子だ。ああ、見たことはあるわね。このなんとも言えないちょっとグロい実の部分が印象に残っているわ。ごく稀にスーパーとかで見かけるわよね。もしかして、こいつが近江の時計草なの？こちらは、果物時計草と言って、同じく時計草に属す子で、最も一般的に知られている時計草だぜ。つまるところ、時計草に属す子は果物として知られている子が多く、このように独特な果実を作ることで知られているんだ。近江の時計草も同じく果実を作るため、パッションフルーツとして流通しているぜ。特にこの子はパッションフルーツの中では世界一大きい果実として有名であり、近江のという名前に恥じぬ子なんだぜ。へぇ、これが近江の時計草の果実。むちゃくちゃでかいわね。長さ25センチメートル、胴回り40センチメートル、重さは約 1.7 キログラムと非常に大きな果実だ。果物時計草と比べるとこうなるぜ。ほう、大きさがかなり違うわね。でも、なんか、近江の時計草の方はなんというか皮が分厚いわね。大きな実の割には食べるところが少ないのかしら。果物時計草に比べると、果食部の比率は小さいだろうな。それに味に関しても多少見劣りすると言われているぜ。パッションフルーツといえば、甘酸っぱく南国のフルーツらしいトロピカルな味で知られているんだが、この子は酸味も甘さも控えめだ。また、皮の周囲の果肉も食べられるが、スイカやメロンをずっと薄くしたような味で食べても物足りない味とのこと。ただ、見た目ほどのインパクトがないだけであり、決してまずいわけではないぜ。上品なパッションフルーツとして考えれば美味しくいただけるはずだ。へぇ、パッションフルーツ自体食べたことないから想像もできないけど、ちょっと気になってくるわ。せっかくだし両方食べてみようかしらね。と、このように果実の方を知ってしまうと、途端にこの子は花の部分を忘れられて、時計草という素晴らしい見た目の姿があまり伝わっていなかったりするんだ。は。なるほど、こりゃ納得。どう見ても実在の花とは思えない見た目なのに、食の誘惑は恐ろしいものだわ。さて、次が最後だな。おーおー、また変わった姿の木だわ。なにこれ、バランス悪すぎでしょ。なんでそれだけ幹が太いのに、頭の方の枝がそんなに薄いのよ。なんというか、下半身に比べて上半身が貧弱すぎる。これも本当に自然にある木だっていうの？もちろん、この姿は何もいじられていない自然のものだぜ。この子は、バオバブと言って、青い木青いかバオバブ属の樹木の総称とされるぜ。サバンナ地帯に多く分布し、幹はとっくりのような形をしていて、高さは約30メートル、直径は約10メートルに及ぶと言われる。この奇怪な姿から、この子は現地では、悪魔や神様が巨木を引き抜いて逆さまに突っ込んだもの、と言い伝えられてきたという話もあるぜ。ああ、確かに確かに。上の方がむしろ引っこ抜かれてちぎれた根っこみたいに見える。ちなみに自生地の景観はこうなっているぜ。ほう。全部が全部、現実のものとは思えない光景だわ。特に逆光となるこの写真なんて絵画にしか見えないわね。それにしても不思議だわ。どうしてこんな太い幹になったりするのかしら。まず、
太い幹で葉っぱも枝もほとんどない姿は、これも環境に応じるための進化だと考えられているぜ。この子が自生する地は乾燥地帯。葉っぱが多いと水分の蒸発量も多くなるために、限界まで枝葉を落とすことで、水分を減らさぬようにしていると推測できる。また、幹が太い理由は水分を大量に溜め込むためだ。乾燥地帯の雨は貴重。その雨を体内に取り込み、余すことなく保持するために、巨大な幹が必要だったんだ。ああ、そういうことか。雨を保持できないような貧弱な体じゃ、乾燥地帯に耐えられないってことね。巨木になると、この子は10トンもの水分をその幹に保持していると考えられているぜ。10トンとかとんでもないわね。写真見てて気づいたけど、とはいえ細長いのもいるみたいね。結構、個体差はあるのかしら？細長い子もいれば、このように太っちょの子もいるんだぜ。これはひどい。いくらなんでもバランスが悪すぎでしょ。最大のものは南アフリカ共和国のリンポポに自生していて、高さ47メートル、直径15メートルもあると言われているぜ。高さ47メートルってさっきまでの木よりも高い。それに幹が15メートルはさすがに太すぎでしょ。もはやそれだけ太いんじゃ、くり抜けばそのまま家として使えそうじゃないの。おお、相変わらずいい直感をしているな霊夢。あん、まさか、本当に家にしている人がいるとでも？そのまさか、この子はその特性を活用して、そのまま住居として利用されてきた歴史があるんだぜ。マジか、冗談のつもりだったのに。でも、そのままってどういう意味？特性ってのはこの太い幹のことを指すとして、そのまま家に使えるわけじゃないわよね。この太い幹だが、ぎっしりと実が詰まっているわけじゃなく、実は中が空洞になっていることが多いんだぜ。中が空洞？スカスカってこと？この子は樹齢数千年を超えるまで生きると言われていて、特に千歳を超えるほど成長すると、幹の中が空洞になっていくと考えられているぜ。現地の人たちはこの空洞を活用してこの子を住居として利用し、共生してきた歴史があるぜ。もちろん、今でもそういった話はあるぜ。例えば、アフリカ南部の巨大なバオバブを利用して作られたバーがあったりするんだ。サンランドバオバブといって、今では観光地として有名だぜ。へぇ、木の中のバーとかおしゃれすぎじゃないの。気になる方はぜひ調べてみてくれ。旅行の際に立ち寄ってみることをおすすめするぜ。以上で終わりだな。題材通り、全部、異世界感あふれる植物だったわね。こんな植物がいるとは驚きだわ。面白い子は植物の中にも多い。いつかまた他の子も紹介するぜ。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価などお願いいたします。長時間のご視聴、ありがとうございました。